台風12号の影響で中止となるカードも出た今節の J2 リーグ、台風一過のここ岐阜の地では試合開催の決定が下されました。この時間は2018明治安田生命 J2 リーグ第26節 FC 岐阜対大分トリニータの一戦を岐阜市の岐阜メモリアルセンター長良川競技場からお送りします。さあそれでは両チームのスタメンご紹介してまいりましょう。まずはホームの FC 岐阜、予想フォーメーションとともにお伝えをいたします。ゴールキーパーはビクトル、そしてディフェンダーは右から阿部、田森、北谷、福村、アンカーの位置に宮本、そしてその前に三島と中島、右に山岸、左に古橋、中央にライアン・デフリースとなっています。 4-3-3 のフォーメーションと思われます。対するアウェーの大分トリニータ、スタメンご紹介してまいります。ゴールキーパーは高木、ディフェンダーは右から岩田、鈴木、そして福森、前2人が前田、丸谷、右に松本、左に星、そして通車道に小手川と三平、中央の位置に伊佐光平という 3-4-2-1 のフォーメーションと思われます。最終ライン、田森、阿部、縦に送る、ここには三島、そしてライアン・デフリス、エリアの中、シュートに行く。いや、しかしここはゴールキーパー高木、ユニフォームをかみしめる。長いボールを入れてきた大分、ここに走り込んでいきます星です。阿部が対応します。前田から丸谷が打っていく、シュート決まった。先制は大分、決めたのは三平和志。今はねシュートだったんですけどもね、まあ、それがパスになりましたね。はい、先制点を挙げたのは大分トリニータです。1対0。そして松本、細かいパス回し、右サイド、ここからクロスが上がろうというところ、ハンドがありましたか、今のは。ハンドじゃないでしょうかね。蹴るのは右足、低いボール、あーと、しかしここは決まりました。混戦の中最後決めたのは33番の丸谷でしょうか。本命の押しにも見えましたけど、まあ、喜び方が ね少しどうなんですかね。まあ、あの前半にも古橋に声をかけるシーンがあったという大木監督ですが、はい、さあここはチャンスです。岐阜エリナがシュートに行く、パンチング、最後は長沼でした。この後半スタート時から入っている長沼陽一、今のシーンです。さあエレン中シュートに行く、まだある、ゴールキーパービクトル、12勝5分け8回勝ち点41の大分、3位横浜 FC との勝ち点差はわずかに2。若いパス回し、岐阜古橋のシュート、パッチング、後ろに下げる、時間を使います。後藤がキープする、ゴールライン割りました。そしてここで試合終了のホイッスル、ポンと一つ手をたたいた片野坂智弘監督です。6試合ぶりの勝利を挙げました大分トリニータ、2対0。最後までよく動きました。